できませんので、そういうことと、あと、まあ、洗った野菜を洗った水とかですね、水滴とか、あと氷が注意ですよね。レストランの氷も、きれいな四角の形になってないやつっていうのは水道水固めてるので、結局、飲み物と一緒に、水道水を飲んでしまうので、お腹壊すってことがあるんですよね。なので、まあ、きちんとそういうの氷の見極めと、あと外国人が行くようなちゃんとしたお店ですよね、衛生面。まあ、明らかに汚い、入ってすぐ汚いですね、ローカルのお店とかで食べられるのは避けられた方がいいかなと思いますね。やっぱり、もちろんその体制にも個人差があるので、僕みたいに大丈夫な人と、すぐにお腹下してしまう人もいるので、その辺はご自身で判断されて、外国人が基本的に行くような店がいいと思います。でも、自宅でネットビジネス稼ぐ方法なんですけども、やっぱりですね、なかなかですね、ないっていう人